第8回2000年2月23日、機械仕掛けが雷のように落ち、頭が飛び、血が噴き出し、男はもういない。私たちは直にこの宣言を改めて読み直すことにします。私たちはその帰属を明らかにし、その署名の彼方でこれを分析することにします。私たちはその意味と血を分析することにします。私たちはその血の分析を、血という単語の分析のないのあらゆる同音異義語の分析、血の逸失を伴うし、そして血の逸失のない死の分析をすることにします。最近のこの2週間におけるいくつかの印は、もちろんアメリカ合衆国からのものですが、新聞をお読みになってください。フランスの印もアメリカの印も、私が報告を断念せざるを得ないほどたくさんあります。どのようにすれば喜ばずにいられるでしょうか。これらの流れ、一気に押し寄せる印の数々は、ここで私たちがこの数ヶ月にわたって行っている診断ないし予断を拡張するものと思われます。その診断ないし予断は本当は次のような仕方に関する私たちの現実自体を組織するものです。その圧力とは単にして純な死刑廃止の方へとまでは言わずとも、単にして純なというのはユゴの言葉にのっとった表現です。これは彼が請願の念を込めて呼んだ政治犯に対する死刑の廃止という条件付きの死刑廃止の彼方での無条件への死刑廃止を表すためのものです。少なくとも死刑の方と実践における死刑の経済における条件付きの変容の方へ、深い限定の方へと国家を、諸国家を押しやろうとする圧力のことですが、この圧力は国内においてまた国外において増加へと向かい加速され絶えず強化されています。死刑の経済などというものがあるというのでしょうか。私たちは前回そのように自問していました。それは何を意味し得るというのでしょうか。仮に誰かが次のような文を作るとします。死刑を廃止するということは死刑を節約するということである。その場合このような宣言はどのように解釈されるというのでしょうか。あるいはまた仮に誰かがフランス語で、ヨーロッパ連合は今や死刑を解決済みとした。アメリカ合衆国も1日や2日で変わることではないにしても、いつの日かそうするだろうし、その日は徐々に近づいているというとして、それをどのように了解すればよいというのでしょうか。前回この経済の解釈において私たちの導きとなった長い道のりを締めくくるために、私たちはユゴーのしかじかのテクストを読みました。そのテクストにおいて私は理性ないし自然法の啓蒙とキリスト教との目的論的、神学的な和解だけを強調したわけではありません。そのキリスト教というのは蘇っている聖者のキリストのキリスト教であって、それは要するに救われたキリストのキリスト教、贖われかつ贖罪者となっているキリストのキリスト教、贖罪のキリスト教です。それと同時にキリスト教的ヨーロッパにおいて次のような和解が強調されます。すなわち、フランスとヨーロッパとの和解、利害の市場と非市場との和解、現在と前倒しとしての約束との和解です。選挙と前貸しという両方の意味での前倒しのことです。つまり、ユゴーが自分の請願している依然として拒否されている単にして純な死刑廃止を依然として望みつつも、1848年2月革命による政治犯に対する死刑廃止を歓迎している時点において、そのような和解が強調される。というのも、ビクトール・ユゴーは条件付きの政治犯に対する廃止を拍手喝采する時点において、キリストの神の法という名と、論理の全能性と彼が呼ぶ党のものの名という二つの名において、無条件の廃止に訴えかけているからです。さて、今日は、ある展開点をそれと認めることを提案しようと思います。その展開点は、死刑のこの経済に関する歴史における回帰、もう一回りでもあるのです。このもう一回りは身体の一回りでもあるというところです。それはただ直接的に乱闘ないし斬首の線にとって首の周りを一回りというだけではありません。皆さんはおそらく近々の映画が見せているあの恐ろしい事件を ご記憶でしょう。実験者のシャツの襟を首の周りでハサミで切り取って、うなじがそのまま、剥き出しでギロチンの刃にさらされるようにするという事件のことです。つまりこのもう一回りは身体の一回りでもあるというところですが、それはただ直接的に断頭ないし斬首の線に沿って首の周りを一回りというだけではなく、身体の囚人の言い回しでもあるというところです。それはこの歴史の中で血を回し循環させる比喩、血の象徴、流れる血の象徴、赤い血の象徴、一出して
中を外に見せつけ、見えるようにする血の色の象徴のことです。血の歴史のないところでは、死刑の経済の歴史を作ることはできないでしょう。私であれば、同音異義の乱用のないところでは、血のないの乱用のないところでは、全身的に自らを不在化していかなければならない、党のものの乱用のないところでは、とさえ言うところです。その党のものとは、常にキリストの血を忍んで、つまり聖体という経験にして、一般的囚人、神ないし神の息子たる人間の血の現実的現前をワインの中に、彼の肉を性別の中に到来させる。性別の中に到来させる実体変化という経験にして、一般的囚人において、全身的に自らを不在化していかなければならない等のもの、自らの不在を自らの不在の効能を果敢的なものにしていかなければならない等のもの、血を消そうと努めていかなければならない等のもののことです。したがって、単にして純など言われる死刑廃止なし死刑の経済へと向かう初段階は、貧血になることの経験、吸収の経験、乾燥の経験、あるいはまた血の活性を内面化によって消すという経験だということになります。ここで問題になっているのが経済、ただ経済のことだけなのかどうかはともかく、アメリカ合衆国で、つまり世界で最もキリスト教的な民主主義において初めから起こっていることは、極刑を施すことにおける孔子から電気衛星、次いで致死薬注射へという移行です。そしてその彼方にあるのは、私たちがそうであればと望むところですが、こう言っておければ血の終わりです。人はもはや血が流れるのを見たくない。もはや人間たちの血、キリストの血が流れるのを見たくない。だとすれば、もし依然として殺すのならば、もしそうすることに意味があるのならば、もし死が意味を持つのならば、この問題を私たちはもっと後で改めて見出すことにしています。執行するということは、血のないやり方で殺すということ、一滴の血もないやり方で殺すということを意味することになる。一体、蹴りをつけなければならない、このもう一回り、この余計な血ないし血の比喩とはどのようなものなのか、血とは何か。私たちフランス人はギロチンの歴史、記憶、イメージが、こう言っておければ念頭にあります。それらは目の前のあるし、あと後ろにあります。また他方、私たちはまだギロチンについて多くを語ることにしています。血に関しては、ユゴを通して、そしてまた神を通してです。そうである以上、私はフランス人にも、その他の人たちにもよく知られていない次のことを想起させ、明確化しておかなければなりません。すなわち、ギロチンは人間的進歩の印だった、というか、いずれにせよそのようなものとして感じられ、解釈され、正当化されたということです。それは人間的なものの方向へと向かい、一進歩だと、知識が人間的なものになることだとされた。ダニエル・アラスが、すでに私が皆さんにご参照いただいた貴重な本、ギロチンと恐怖政治の創造会で、人道的な機会と言っているようにです。さらに先に進んで、ギロチンのこの人間化、人間主義、人道主義について力説する前に、私としては次の問いを立ててみたいところです。人間に固有なものとはどんなようなものか、それを考えることを可能にする人間に固有なものの歴史とはどのような、歴史とはどのようなものか、自らの歴史のある時点において、ギロチンは人間的進歩であると、人間が本質へと外遊化されるにあたっての一進歩であるとみなすに至るためには、人間と呼ばれている等のものは何でなければならないのか。決して忘れないようにしようと思いますが、ギロチンによる死刑の人間化とされるもののこの時点は、人類史におけるどうでもよい時点ではなく、フランス革命でした。つまりそれは中でも、神の法権利に基づいていた君主制の死、そして人権宣言のことです。ギロチンというこの人道的な機会は、こう言っておければ、革命及び人権と共治的であるだけでなく、共に一つの刑事上学的体系を成している。では、私の問いを繰り返します。この機械は人道に反する犯罪の器具と、この50年来呼ばれている等のものでないだけでなく、人間の尊厳に奉仕する機械として解釈されもするためには、人間とは、人間に固有なものとは、人間に固有なものに適した人間の小権利とは、人間に固有なものに適した人間の法性質とは何であるべきなのか。人間の資料体の中にギロチンを書き込み、いわば体内化したとするためには、人間とは人間の人間性とは何であるべきなのか、また何であるべきだったのか、これは人間に対する人間の愛の印なのだ。人間に対して狼ではなく人間である者たる人間の愛の印なのだ。人間に対して人間的人道的、さらには人類愛的である人間の愛の印なのだと解釈しながら、このような機械を発明したとするためには、
私たちは時期にギロチンがそのように人類愛の可視的な表明だと形容されるところを耳にすることになります。そもそも死刑に抗する、ギロチンに抗する、医師ギヨタンに抗する初期のテクストの一つで、ユゴーは1832年にギヨタン氏は人類愛者であるとアイロニーに満ちた仕方でいうことになります。これらの問いに体を与えるために、まずはいくつかの事実と指標を想起させておきましょう。まずは、生を書くものと見えるかもしれない諸事実。要するに安楽死の英雄とみなされました死の発明者の生を書く歴史に属すると見えるかもしれない諸事実です。ギヨタンとは誰か。医師ギヨタンは医学を研究する前、1756年から1763年までイエズス会士でした。つまりギロチンを発明したのは一人の元イエズス会士です。イエズス会と呼ばれる一つの身体、一つの団体に属したものです。しかしギロチンを発明し、それに関する法案を作った時には、彼はすでに医師となっていました。ギロチンと女性系であだ名されるこの人道的な機械の起源には、イエズス会と医師会が同伴しているということがあるわけです。機械という単語は当時の合意において非常に素早く不可欠なものとなりました。それは事実、器具、道具、手で用いる兵器から、機械の機械仕掛け、つまり自動的、自律的に機能するものへという意向を表すべく用いられた。いわば人間の手はその機械仕掛けから引き下がり始め、中和され始めると思われることがあり得た。それはまるで血が出ず、拭い取られ、乾かされ、消し去られ、そんな赤い色が滲むに任せるという、霞むに任せるというかかのよう。つまり白い武器が赤い機械に譲歩しつつあるというかのようです。実際はそれとはほど遠いにしてもです。しかし、ギヨタンの子供がギロチン、ギヨティーヌと呼ばれたのは女性の韻で韻を踏むため、つまり機械、マシーヌと韻を踏むためです。親子関係、父、母、息子、娘について私たちは今日多くを語ることにしていますが、また別の伝説を想起させておく必要があります。1738年5月にサントでギヨタン家に生まれたジョゼフ・イニャスですが、その母は妊娠しているとき、サントの道を散歩していて、車咲きされている男のわめき声を聞いて心に傷を負い、その心的外傷のショックがジョゼフ・イニャスの誕生を一気に早めたというのです。イエズス会士になるべく、あらかじめ運命づけられているのです。この偶話の教訓を定めるべく、次のように言われています。引用しますが、ギヨタンは、死刑執行人がサンバ代わりだったというのです。誕生については以上です。イエズス会士であるこの医師は1814年にベッドの上で平穏に死を迎えましたが、その時点において弔辞を読んだのは同僚の一人で、その名もこの伝説に劣らず教訓に満ちています。医師、ブーリューです。ブーリューはギヨタンによるギロチンに関する道義ないし法案の持つ人類愛的な性格を強調します。彼は不風流ながらも、人間へのこの天分のある愛の印、この人類愛的な機会に対して、俗民どもによって極めて不当にも怠りなく結びつけられた卑俗な通俗化的な曖昧さをすでに感じ取ることができています。ブーリは同僚ギヨタンの無傷の死骸を前にして次のように言っています。私たちの同僚の人類愛的な動機は受け入れられ、それによって実現された器具に俗民どもは彼の名を貼り付けましたが、彼にとって不幸なことに、このことは彼に多くの敵を引き寄せてしまいました。ことほどさように自分にとって不愉快な結果を生じさせることなく、人間たちに良いことをするのは困難なのです。固有名が普通名になるというのは、すでにして一つの企みです。ここでは固有名が一機械の普通名になっています。曖昧さによって損なわれた名というこの問いに少しの間は留まってみましょう。はるかに後のことですが、ユゴー自身が彼なりの仕方で発見と発明を区別して次のように書くことになります。不幸な人間たちがいる。クリストファー・コロンボスは自分の発見に自分の名を結びつけることができない。ギヨタンは自分の発明から自分の名を引き離すことができない。まともやこれはそれ以上のことです。まともやユゴーの天分ある才気は、それが言っている以上のことを言っています。というのも、ギヨタンの発明に逐一対応させていると、ユゴが思っているコロンボスの発見は、その数世紀後には死刑を大々的に実践している最後のキリスト教国だったことになる等のアメリカの発見だったからです。
そしてクリストファー・コロンブスはスペインの異端新聞の兆候ないし産物だとは言わないまでも、その同時大臣ではあります。異端新聞はアメリカ発見とほとんど同じ年にスペインからユダヤ人を排斥しただけでなく、そのキリストの名において、ご存知の諸条件において死刑宣告を下したことになる。その諸条件は目下の教皇に対して、この点についても、教会はもしかすると、いつの日か両親の救命をし、許しを求めさえしなければならないかもしれないという考えの着想を与えました。私たちの主題の最も決定不可能な確信にいます。すなわち、キリストとキリスト教会、キリスト教会と死刑、キリスト教の外の政治的神学と死刑です。ギロチンをきちんと理解するためには、君主制下の刑罰体系を改革すべく、ギヨタンが憲法制定議会に提案した法案をきちんと了解しなければなりません。このギヨタンの法案は、進歩主義的精神からのもの、つまりある仕方で啓蒙から着想を得たものです。このことはキリスト教と矛盾しないもの、近々のキリスト教的人間主義と矛盾しないもの、その作者のイエズス・カリストという羊と矛盾しないものであって、このことは啓蒙とキリスト教との諸関係の複雑さについて考えさせるものです。同じことがカントについても言えるでしょう。啓蒙の人間そのものにして、深いところでキリスト教徒であり、倫理的純粋性の名において、人間の尊厳の名において、キリスト教だけが本質的な仕方でその宗教的表象であるような、キリスト教は内因的な仕方で道徳的である唯一の宗教である。あの倫理の名において死刑を厳密に支持するものであるカントです。進歩主義的精神からのギヨタンの法案は、また個人主義的でもあり、刑罰は個人的でなければならず、家族や周囲の人々、他の世代の誰にも及んではならない。平等主義的でもなり、法の前で、また法の執行形式の前で万人は平等である。機械論的、機械主義的でもあります。この進歩主義の三特徴、個人主義、平等主義、機械主義、ないし、機械論は、互いに調和しています。というのも、深いところでは、万人にして各人の法の前で、平等にすることができるのは機械だけ。ギヨタンが単なる機械仕掛けと呼ぶものだけだからです。投票ないし、票の計算が万人に対して同じ法を機械仕掛けで適用しなければならないようにです。あらゆる票は頭ごとに一票というふうに平等になっており、同質的な仕方で加算されていき、もはやいかなる票も他のいかなる票より価値を持つことはない。一票は一票の価値がある。私は六箇条からなるこの法案を手短に読み、この個人主義的、平等主義的、機械論的な進歩主義を強調しようと思います。第一条、罪人の階級や身分がいかなるものであれ、同種の違反は同種の刑罰によって処罰されるものとする。つまり民主主義です。第二条、違反や犯罪は個人的であるから、個人主義です。罪人に対する体系や任意の不名誉な刑罰は、そのものの家族に対していかなる烙印も押さない。巨大な進歩です。そのものの家族の者たちの名誉はいささかも損なわれないし、すべての者が引き続きあらゆる種類の職業、仕事、地位に就くことが認められうる。第3条、受刑者の財産没収はいかなる場合にも命ぜられることはありえない。第4条、体系を受けた者の遺体は、その者の家族が要求するならば引き渡されるものとする。ここにも進歩があります。前奏です。遺体が家族の思いのままになるということです。いかなる場合にも通常の埋葬は認められるものとする。またその死の種類については、いかなる記載も条文に残されないものとする。どれほどの進歩でしょうか。第5条、何人も一市民をその親族の受けた体系や任意の不名誉な刑罰をもって非難することはできないものとする。あえてそうする者は判事によって叱責されるものとする。第6条、法が被告に対して死刑を減免するときは、いかなる場合にも、彼が有罪とされた等の違反がどのような性質のものであれ、体系は同じ体系とする。これが平等主義です。これを完了することができるのはギロチンだけです。犯罪者は断頭されるものとするが、その断頭は単なる機械仕掛けの効果によるものとする。アラソンの描写を読めば、ギロチンの先祖たち、すべてがヨーロッパのもの、キリスト教のものです、を発見できます。皆さんにはご自分で発見していただければと思います。それらの機械はすべて並外れた名を持っています。ドミニコ会士のラバ神父は、スペインとイタリア旅行を1730年で、黄金を分析しています。いわゆる黄金という機械は非常に確実である。執行者があまり器用でないと頭を胴体から分離する前に、受刑者に
死刑囚は在庫あるものと患者の間にあって、次第に司祭と医師と医師の間に、キリストの受難と魂もしくは身体の病理学という2つの共犯的光景の間に捉えられていくことになります。受刑者に何度も打ち下ろさなければならないということが時折あるが、この機会であれば、受刑者をじらすことが全くない。スコットランドには、ヤモメではなく、若いメイデ、スコットランドにはメイデ、ヤモメではなく若い娘ない少女もあります。これはラポルト神父という、また別の聖職者が迷惑されており、ラバの次はラポルトです。それはまるでこれらの死の機会を情念を込めて、脅迫的に綿密に科学的に描写すべく専念するのは常に神父であるかというかのようです。これはその描写から知ることができます。そしてイングランドには、ハリファクス弾頭隊があり、弾頭隊があり、オランダやドイツには他の例があります。これらは常に貴族階級の占領に取り置かれていました。ギロチンの方は民主主義的かつ平等主義的です。これがその発明の意味、その発明の精神だということになります。さて、ユゴーに戻る前に3つの歴史的指標に気を引き留めておきたいと思います。一つはまさに平等主義に関わるもの。もう一つは大まかと残酷さの遠因された終わり等に関するもの。そして三つ目は血の歴史に属するものです。1、平等主義については、刑罰上の平等主義、刑罰の平等性に関する平等主義です。その法的概念はフランス革命の間にベッカリアから文字通り継承されています。このことはこの先で見ることにしています。私どもロベスピエールの二重の改心とでも呼べるものに立ち戻ることにします。彼の第一の改心は廃止論への改心で、これは1791年に出されました。第二のものは改心の改心、極刑への再改心で、これは1793年に出されました。この時彼は、要するに社会諸階級の歴史において、死刑は法の前への出頭と懲罰と民主化ないし平等化するという口実のもとに、当番による死刑を弁護しています。メッツのアカデミーによって主催された論文協議会で、ロベスピエールは次のように書いています。車好きや教師刑はこの種の刑罰によって落命する者たちの家族の名誉を傷つけるが、罪人の頭を切り落とす刀場は犯罪者の親族の品位を落とすことが全くない。子孫にとってそれはほとんど貴族の肩書きになるほどだとさえ言える。このような精神の持ちようを利用して、犯罪を処罰するこの最後の形式を市民のすべての階級へと延長することは不可能だろうか。名誉毀損となる区別を消し去ろう。体系から分離することのできない恥辱に、さらにそれ固有の恥辱という性格を付け加えるような刑罰の代わりに、別種の刑罰を仕立てよう。想像力によって一種の輝きが結びつけられる慣習になっている刑罰を、想像力によって家族の不名誉という考えが分離されている刑罰をである。2、第二の指標ですが、しかしすでに1777年に、あの恐ろしいマラが、より残酷でない、大間でさえある極刑のために弁論していました。この大間化が、これほど緊急のものと見えていたのはなぜか。刑罰が、つまりこれは犯罪関連法の草案です。ここでもマラは、ヌーシャテル市民協会によって主催された論文協議会に応募し、犯罪関連法の草案を提案しています。そのテーマの一つは引用しますが、懲罰の大まさをその確実さと和解させることを狙いとしています。大まさとそれに加えて残酷ということです。極刑であるのはまるでなければならない。私たちがすでに多く語った例外のモチーフです。性はこの世界にそれと等価なものが全くない唯一の善である。殺害に対する刑罰が極刑であることを首相が発するのはそのためである。だが体系は決して残酷であってはならない。ここに改めて見出されるのは、残酷な尋常でない処罰に関する、近代のあらゆるテキストのボケ、第二次世界大戦後のあらゆるテキストのボケです。拷問はなし、残酷な懲罰はなしということです。体系は屈辱という側面から研究されなければならない。最も重大な事例、自由殺し、親殺し、兄弟殺し、友人もしくは恩人の誤殺においてさえ、体系の装置をちょっとするものとし、死を思わぬものにすることである。言い換えれば、大政というこの奇妙な概念は、体系は恐ろしいもの、勝手なもの、云々でなければならないが、
死は重でなければならない。死の時点は重でなければならないということです。このテキストを引用しているアラスは次のように書いています。訴求する装置、大物光、ギオタンは自分の提案が当時の知的世界、哲学的世界の熱望と同じ方向に向かっていると考えることができた。それは究極の懲罰であるという見せしめの価値を維持しながらも、刑罰を大まかするということである。今日、1757年にダミアンに対して行われた体刑には、しばしば例外的な場所が授けられている。ルイ15世にナイフで軽傷を負わせたことで、彼は四つ裂きを宣告された。大殺しに対して予定された刑罰である。知られている通り、ことは破局へと向かった。ダミアンは死なず、馬は彼の死死をバラバラにするには至らず、最後には死刑執行人がナイフで切り取らなければならなかった。確かにこのような恐ろしいことは部分的には、死刑執行長シャルル・ジャン・バティスト・サンソン、その息子シャルル・アンリ、そしてこのような例外的な場合のために彼らが声をかけておいて数多くの助手たちの経験不足のせいで起こった。その経験不足もほとんど容赦してやっても良いものだった。四つ咲きはパリではもはやラバイアック以来行われていなかったので、その技術は伝達されようがなかった。しかしながらこの事件はスキャンダルになり、次のようなことが起こったことである。すなわち、王宮調査部、定理、モーリソ・ド・ラモットは、この件に関して政府自体にこうして、また国王と諸大臣にこうして語り、ダミアンに対する執行に関する檄文を準備した動画で、1758年秋に行使され、財産は没収された。3、最後に第3の指標です。それは私たちを平等主義と残酷さの終わりとされるものと形容しつつ、血で書くことに関わる大いなる問いの方へ、さらには高潔性なもしくは献血性の大いなる問いの方へ、血の岸辺なき問いの方へ、老類の血の岸辺なき問いの方へ、革命の象徴ともなる赤い血の曖昧さの方へと改めて導くものです。赤旗はコミューンの旗である面、ある前、もしくはフランスの旗の3分の1である前に、憲法制定議会の政令によれば、軍法に見合う仕方で、赤はここでは戦争の信号です。反革命的結果を追い散らさなければならないときには、その都度広げなければならないものとされていました。おそらく ここから生じたのが、それ以来赤旗はコミューンや、1917年の革命に至るまで、終結や革命の放棄と結合させてやまない等のものです。前回、1848年の革命に関して言ったことを参照しつつ、私は赤の両義性はマルクスによって、ブリュメール18日でアイロニーに満ちた仕方で記されているということを指摘しておきます。彼はそこで革命派の赤い亡霊を名指しています。この赤い亡霊というのは、1848年の反革命派によって払いのけられたもので、反革命派はこれに対して赤いフリジア帽ではなく、警察の赤いダブダブズボンを対置しているというのです。それからもし皆さんの関心を引くようなら、もしまた転居が欲しいとのことでしたら、私はこうしたことすべてについて、マルクスの亡霊たちで話しています。赤い亡霊と題された新聞もあって、その新聞は1848年の革命の間、見たところでは6月の虐殺の後なのでしょうが、死んだプロレタリア革命派の亡霊を呼び出していました。ここから赤は革命の戦いの犠牲者たち、死者たちの血だということになります。この肯定的な言外記事を持って意味で、ビリエ・ド・リラダンは赤い死の亡霊の作者ともなっています。これは見たところでは赤い者たちの死と同じものではありませんが、つまり第3の指標は次の通りです。ギロチンは自分たちの同類の血に手を浸すことを避けることを可能にしてくれると同時に、死刑執行人にも終わりをもたらす。死刑執行人は執行官に、要するに官僚になる。死刑執行人は市民共同体に帰還し、他の者たちと同様に平等に市民となる。投票権、選挙権、非選挙権を持つ法権利の主体となるということです。ギロチン等は、同類同士、兄弟同士の血なまぐさい、血まみれの残酷さの終わりという進歩として、そして死刑執行人の終わりとして解釈されることになるとのものです。ギオタンの弁じた言説は失われており、私たちには先ほど私の引用した法案しか残されていませんが、彼の弁じた言説に対する仲介が三部会新聞に発表されており、
こちらは失われていません。ギヨタン氏は人間を猛獣にも劣るものにしている体型の数々について、超絶を振るった。やっとこ攻め云々であるが、これらには触れずにおく。すぐにその名に至るまで忘れてしまうのが望ましいだろう。彼は死刑執行人の名で知られているあの人々によって吹き入れられる恐ろしさを描写した。私は同じ感情に貫かれたが、とりわけ私の想像力を超えたのは、服従するために、冷静に自分の同類の地に手を浸すに至るまで、人間なる者の名誉を傷つけることのできる存在がいたということである。冷静に自分の同類の血に手を浸す人間がいたということ、これが恐ろしさなのです。ギロチンの執行官はこれを終わらせる。ギロチンは執行官は死刑執行人を終わらせる。このテクストを引用しているアラスは次のように仲介しています。このテクストははっきりしている。受刑者に対して、また公衆に対して、大まかという効果があることの他に、この機械には想像不可能な存在を想像可能なものにするという巨大な功績。つまるところ死刑執行人を執行官に変容させるという功績がある。一言で言えば、ギロチンは役者やユダヤ人と共に死刑執行人を正当化する。この一連の人々の中で唯一得意なものである死刑執行人は、1790年議会の政令によって被選挙権を与えられ、代表者としてさえ想像可能なものになった。ご存知の通り、犠牲の血ないし、キリストの力、親子関係の血、云々に至る、血の尽きせぬ象徴界には、良い血と悪い血が常にあり、両者はしばしば互いに見分けがつきません。そしてしばしばその同じ超出不可能な犠牲の論理において、良い血は悪い血をあがなうもの、救済的な償いという歴史的な意味を持つものとされています。私はまず死刑に関する融合の全テクストにおける血と赤の論理、習字、テーマ設定を、血と赤の哲学的、精神的、宗教的な意味論を皆さんと細かく分析しようと考えていました。私はそれを断念しなければなりません。というのも、血の色に関するこの資料体はあまりに豊かで、仮にやるとすれば私たちは丸々1年にわたって引き止められてしまうことになるからです。ついでは皆さんはその仕事を囲碁の試験について全一巻を読むことで行うことができます。そこで私はいくつかの図式的かつ予備的な評定だけで良しとすることにします。私はまずそれらの評定をユゴの最小期の1832年のテキストにおいて選びます。彼の死刑囚最後の日の3年後に遅れて付された序文のことです。私が特権視している現実ゆえに、つまり血に関する問い、良い血と悪い血に関する問いゆえに、私は終わりから始めます。それはキリスト教的な曖昧さとしての問いのこと、さらには良い血の犠牲を悪い血の悪の代わりに置くことで贖うことを可能にする犠牲の論理としての問いのことです。義語はそこで、死刑の終わりに向かって不可抗的に進んでいくはずの進行中の進歩を告知して考えしながら、要するにそこにキリストが凱旋して勝利しているところを、キリストの大和な法と慈愛が凱旋して勝利しているところを見て取っています。そこで、そして犠牲のプロセスは一つの代償によって目立つものとなります。お聞きになる通り、それは十字架が公衆罪の代わりに置かれるという代償です。その直前でイグーは、今日の私たちのようにしていました。ただし彼は、純朴で信じやすいものであるふりをしている私たちよりも、さらに一層純朴で信じやすい人です。というのも、私たちも同じ運動を信じ、同じ廃止論の進歩を信じているとしても、私たちは今それが長いもの、再現のないものであると、またそれがあらゆる類の新たな継承を見出すことになるものであると知っているからです。つまり、ユゴーは死刑の終わりは切迫した、不可抗的なものだと言っていた。彼はその印を埋挙し、次のように書いています。それに、間違えていただきたくないが、死刑に関するこの問題は毎日成熟に向かっている。ほどなく私たちと同様に、社会全体がこの問題を解決することになる。最も強情な刑法学者たちにも注意してもらいたいことがある。それは死刑がこの一世紀以来減少してきているということである。私たちが1832年にいるということ、ユゴがこのように言っていたときから、今日で168年になるということを忘れないようにしましょう。
彼が死刑がこの一世紀来消え去ってきているというとき、それはベッカリアの1765年のさらに30年近く前に遡るということです。ユゴはベッカリアについて、この同じテキストですでに語っています。それにはいずれ立ち戻ることにします。それはほとんど大間なものになっている。ここでは大間さという単語、つまり残酷さの逆にあたる単語が、この2ページ先で言われることになるものを告知しています。いわくキリストの大間な法はついに法典を貫き、法典越しに光り輝くことになる。自然法と、ここでは自然法にあたる法典にこうする書かれていない法、つまり、すなわちイエスの法。老衰の印である、弱さの印である、死が近づいている印である。死刑が死のうとしている臨終です。終わりですが、これはキリストの受難とキリストの大穴法のおかげでのことです。拷問は消えた。車先は消えた。首吊り台は消えた。奇妙なことだ。ギロチン自体が一つの進歩である。ここでユゴはアイロニーに満ち、会議をして水道に続けています。ギオタン氏は人類愛者である。そう、ファリナッチとブーグランの、ドランクルとイザック・ロワゼルの、ドペードとマショーの、これは死刑執行人たちの名だと私は想定しています。恐ろしい女神。歯を生やした貧欲なテミスが弱っている。痩せてきている。死にかけている。廃止の継承はまたしても、死刑が死ぬという継承、終わりが終わるという継承となっています。老化、老衰、衰弱という過程の後にです。なるほど、この死は、ジロチンの臨終は持続するかもしれないけれども、まさに断罪された有機体のように終わりに至ることになる。ここには習字上の有機体主義があり、また死刑が死刑へと断罪されていると、ここで言わしめ、そしてその先で引用しますが、あらゆる兆候が私たちに賛成していると言わしめている医学的比喩における診断もしくは予断があり、臨床的な目的病理学的な言葉違いがありますが、これらは死のあらゆる勝利という古典的指摘、絵画的な継承、よく知られた古典的、偶意的なモチーフに対立させて、シェリー、また別の死刑反対者が偉大な死、生の勝利の代において読んでいる等のものを改めて肯定するものとなっています。というのも死が死ぬに至るのは、以後が100回にもわたって人命の不可侵性と呼んでいるものの何においてだからです。死刑宣告に死刑宣告を下すのは生の原則なのです。近々訪れるこの終わりは、つまりパリの中心から外にギロチンが移転されるということを指していますが、以後がこの終わりをそれと認めるにあたって用いている印について触れる前に、私は私たちの社会における死刑のこの審判を扱うにあたって、ユゴが用いているこの医学的な言葉遣い、および血液論的用法に関して括弧を開くことにします。文法哲学論集の並外れた、また極めて兆候的な一節において、ユゴは革命について、ロベスピエールについて、つまりは恐怖政治について釈明しなければならなくなっています。つまりはギロチンについて釈明しなければならなくなっています。彼は革命には賛成ですが、恐怖政治やギロチンには反対です。1793年には反対です。彼はどのようにしてここを切り抜けることになるのか。長い血液的、医学的、外科的な陰雲を紡いでいく演出によってです。彼はフリジア帽の赤をギロチンの血の赤として断罪しています。彼は恐怖政治を正当化しようとして必要な死死切断について語る人々、ギロチンを外科医のメスと比較する人々の議論に反論します。以後はこのメスの議論を欲しません。最後に事実、彼は死死切断手術の代わりに血の浄化を提案します。要するに内科医を外科医の代わりに置くことを提案するようにして、ということです。皆さんが聞くことになる。外科の代わりに置かれる、緩慢にして全身的な血の浄化という言葉は、ユゴがフランス革命の恐怖政治やギロチンに対峙している精神科的、内面科的、容器的、食材的な経済、根本的にキリスト教的な経済をうまく口にしています。私はその抜粋の最初と最後を読みますが、それはこの人間化を司るべき人間性とはキリスト教的な人間性だということ、それがヘブライ的なものやローマ的なものに対立するものだということをご覧になることになるからです。ユゴ死刑について、私は赤い縁の脂肪をかぶりギロチンに強情に固執しているあなた方の人々には属していない。
事後的に恐怖政治の理論を作る冷静な理屈者たちの多くにとっては、1793年というのは粗暴な、だが必要な志士切断だった。ロベスピエールは政治的なデピュートラン、外科医である。私たちがギロチンと呼んでいるものはメスに他ならない。そうかもしれない。だが今では社会の掌握はメスによってではなく、緩慢にして全身的な血の浄化によって、逸出した体液の慎み深い吸収によって、健全な食事によって、体力と身体機能の鍛錬によって、良い食営療法によって扱われなければならない。外科医のところにではなく、医師、内科医のところに行こう。政治的諸権利、陪審員や選挙民や国民警備隊の務めは、当然ながら、都市国家の全船員によって正常に構成されるところのものに入る。人民に属するあらゆる人間は、アプリよりに都市国家の人間である。しかしながら、これはまた当然ながら、政治的諸権利とは何か、それが何を意味するのか、それによって何をなすのかを個人が明瞭に知るまでは、政治的諸権利は党の個人の中でまどろんでいるのでなければならない。行使する前には理解しなければならない。論理的に言って物事に関する理性、知性は、党の物事に関する行動を常に先立つのでなければならない。つまり、いつの日か人民を構成することができるようになるために、人民を照らし出さなければならない。この点については、どれほど力説しても過ぎすぎにはならないだろう。そして決定的な法権利により一脚する元となるあの曖昧な大衆に光を広げることを急ぐのは、当事者たちにとっての聖なる責務である。正直な後見人は誰であれ、自分の非後見人が早く解放されるようせき立てるものである。だから知性、学へ、能力へと伸びる道を増やせ。議会は私はほとんど玉座はというところだったが、学校が第一弾である改定の最終弾でなければならない。ついで、人民を強化するとは人民を改善するということである。人民を照らし出すとは人民を道徳化するということである。人民に文字を教えるとは人民を文明化するということである。あらゆる粗暴さは日々の良い読書の大間な日によって解ける。より人間的な学、人民に自らの人間性をなさしめるべきである。人民が頭を要求するうちは人民のための諸権利を要求してはならない。死刑は私たちの人倫から出ていく。もう少しすればキリスト教的なヨーロッパの文明は、それに固有な方向へと向かって徐々に発展し、血の生臭い刑罰の数々からなる迷宮メーターの古い構築物が廃墟とカスに任せることになる。首吊り台を骨組みとし、頭蓋骨を敷石とし、各階がヘブライのテキストの聖堂で覆われ、そこかしこにローマ法の錆びた、形の崩れた残骸の継ぎ跡のある、あの構築物がである。その構築物は犯罪関連手続きの紛れもないバベルであって、それはあらゆる言語を発している。私たちの言語を除いて。近々訪れるこの終わりをそれと認めるにあたって、ユゴーが用いる印は、まずはパリの中心から外にギロチンが移転されるということです。これは当時のユゴーの注意を絶えず引き止めることになる出来事であって、彼はこれにしばしば立ち戻っています。ギロチンを移転するという決定が下された。ユゴーもまたこのギロチンのことを規則的に機械と呼んでいます。ギロチンは同一ページであの醜悪な機械、侮辱に満ちたその機械と呼ばれています。その結果、興味深い錯綜が生じます。死刑宣告を下された有機体、自らの悪の兆候を多く見せつけた後に死ぬべく定められた病んだ有機体。この生きている有機体は生きてはおらず、決して聖者だったことはなく、すでにして機械だった。死のうとしているのは聖者ではなく機械仕掛け、死の機械、死んでいる死の機械であって、つまりは機械である以上常に死んでおり、常にすでに死んでおり、瑕疵であり、瀕死のもの、致命的なものだった。私たちはまたすぐ見入ることにしますが、この機械はその上うまく働かなかった。恐怖をもたらす野蛮な仕方で機能不全を見せていたのです。つまり、醜悪な機械を移転するという決定、グレーブ広場、つまり視聴者広場から三尺門へと遠ざけるという決定が下されました。恥辱と否認の兆候です。その40ページほど前でユゴはその機械に対してトンコするふりをして次のように言っていました。あなたはグレーブ広場を離れて三尺門へと、群衆を離れて孤独へと、白昼を離れて白明へと向かう。あなたは自分がやっていることをもはや、毅然と行ってはいない。あなたは姿を隠していると私は言っているのだ。
このあなたは自分のやっていることをもはや毅然と行っていない。というのは、ユーゴが他のところで細部にあたって描写している、恐怖をもたらす機能不全を暗示するものです。もしかすると、事業の最後でそれに立ち戻ることになるかもしれません。その機能不全とは、ギロチンや一撃でことをなすことに失敗し、仕事を仕上げる前、受刑者にとどめを刺す前に、10回も一心不乱にやり直さなければならないというものです。侮辱に満ちたその機会を遠ざけたことを歓迎すべく、ユーゴが10回も名立ちしているグレーブ広場ですが、知っておかなければならないのは、おそらくご存知のことでしょうが、少なくとも外国人の方たちのために、またパリの記憶がお好きではないフランス人の方たちのために明確化しておきます。これはセーヌ河岸に位置する視聴者広場でした。つまりそれはグレーブの広場でした。この単語は河岸ないし海岸に砂利で形成された辞書を意味します。このような岸辺を表すのにグレーブないしグラーブと言います。ところでグレーブ広場はギロチンの前にも長きにわたって執行の場でした。グレーブ広場では車咲きや行使が行われていました。グレーブ広場ではなく単にラ・グレーブと言われていました。しかしこれは妊婦を雇う場でもあったので、グレーブにいるというのは、オンストライク、ストを打っている、仕事なしに仕事を待ってグレーブ広場にいるということ、もしくは仕事がないことに抗議するということでした。グレーブという単語、労働者のグレーブ、全般的グレーブ、革命的グレーブ、グレーブ主義者はここに由来しています。したがってこれは補足的な遊びないし逆説になりますが、ギロチンをグレーブ広場から、かつての言い方であれば、ラ・グレーブから遠ざけるということは、ユゴによれば次のことを告知していたということです。すなわちこの機会は自分の仕事をうまくやらないということ、人はこの機会を追放して隠しているということ、いつの日かそれはまるでその機械自体がグレーブにいなければ、ストーを打たなければならないかのようになるということです。ラ・グレーブから遠く離れてグレーブにいる、ストーを打つということ。グレーブ広場から遠く離れてグレーブにいる、ストーを打つということです。死刑のグレーブ、ストが、あの醜悪な機械をラ・グレーブから、パリの中心的かつ可視的な場から、パリの核心から、またパリの劇場から遠ざけるときに告知される、視聴者からです。つまりこのようなことすべては私たちが今年度のゼミネールの冒頭で強調していたあの脱可視化、脱スペクタルクル化のプロセスに属するものだということところでしょう。重層的に規定された複雑さです。重層的に規定されたというのは、スペクタクルは自らを潜在化させつつ続いたことになるし、常に続いているからです。ラ・グレーブから遠く離れてさえも、ギロチンによる執行は20世紀半ばまで、1938年までだと思いますが、法的なスペクタクルのままでした。それに子供たちを連れて行って立ち会わせるということもありました。皆さんの中の一人がここで、ご両親が子供時代にこのスペクタクルに両親に連れて行かれたと言っていました。この一節において血が出現するのはここです。ユゴーの死刑についての各ページの至るところに血が流れているようにです。起こっていることは妻に離縁された死刑執行人の終わりでもあります。というのも、これはある女とその夫、ないしその男、ないしその紐との間の離縁手続きだからです。女の方が男を離縁するのです。この残酷な機会の持つ、人類愛者ギヨタンの娘にあたるこのギロチンの持つ女性的性格、女性性に対するユゴの固執にも気をつけなければなりません。それは老女、歯を失っている年老いたバイタであって、もはや恐ろしい女神、歯を生やした貧欲なテミスではない。彼女はもはや食べることができず飲む。後に隠語的な仕方でヤマメと呼ばれることになりますが、後に隠語的な仕方でヤマメと呼ばれることになりますが、ユゴはヤマメとは言わず、年老いた血のみ女と言います。ザ・グレーブを視聴者の歩道を離れ、夫なし紐、つまり死刑執行人を離縁する、年老いた売春婦というわけです。この上演で女性が出現するのはこれが初めてです。血のみ女という表現は少しの間足を留めるに値するものと思われます。これが意味するのはもちろんそれが血を流させるということ、血を溶接し消費するということ、血まみれで血生臭く、その血中がそうであるように、血の赤色、肉屋の赤色をしているということです。しかしそれは血を飲むのだから、血を消す吸い取り紙でもあります。それは血を吸収する。それは血を同化し、血を跳ね散らかさない。ギロチンに認められている神父はそこに由来しています。すなわちそれはなるほど血を流しはするけれども、血を経済化する。血を飲むことによって、自分の中に血をすぐに消すことによって、血を貪ることによって、血を飲み込むことによって、もはや外にそれほど多く血が姿を見せるに任せないことによって、
血を最終化することによって、血を縮減することによって、血を促減することによってです。イロチンは高血性ですが、その高血性たるや、血を自分のために保持しておくほど、自分の中に守っておくほどです。イロチンは血を節約する。それは自分だけではうまく計らう。このことはギロチンに対して死刑執行人を離縁することを可能にします。ラ・グレーブもすでにそれ、貧欲なテミスを欲していない。ラ・グレーブは立ち直ろうとしている。年老いた血のみ女は、7月には走行が良かった。それ以来彼女はより良い生活を送ることを、直近の良い行いにふさわしいままであることを欲している。3世紀にわたってあらゆる死刑台で売春婦として働いていた彼女が、羞恥心に捉えられている。彼女は自分のかつての職に恥辱を覚えている。自分の見苦しい名を失ってしまいたいと思っている。死刑執行人を離縁している。敷石を洗っている。今では死刑はすでにパリの外である。ところで、ここで言っておくが、パリの外に出るとは文明の外に出るということである。あらゆる兆候が私たちに賛成している。あの醜悪な機械はうんざりし、渋っているようにも思われる。機械はというよりも、ギオタンにとってのピグマリオンのガラテアにあたる、木と鉄でできたあの怪物はである。ある面から見るならば、すでに細部にあたって描写したあのおぞましい執行の数々は素晴らしい印である。ギロチンはためらっている。打ち損ないようになっている。すべて死刑の古い足場はガタガタ来ている。お辱に満ちたその機械はフランスから出発することになると私たちは見積もっている。神が望むならば、彼女はピッコを引きながら出発することになろう。というのも私たちは彼女に荒っぽい蹴りを利用と努めるだろうからである。彼女は他のところに、近々の野蛮な人民のところに艦隊を求めていけばよい。トルコにではない。トルコは文明化されているところである。野生人たちのところではない。野生人たちは彼女を欲してはいないだろう。そうではなく彼女は文明の海底をさらに数段下り、スペインかロシアに行けばよい。過去の社会の建造物は三本柱の上に立っていた。司祭、王、死刑執行人である。ユゴの経済と呼ぶべきものの最も必要な、最も深い、そして最もねじれてもいる論理が開陳されるのはここにおいてです。それは彼自身の経済であり、また彼はその雄弁な天文がある心の広い、雄弁にして再起ある代表者です。すなわち1832年にギロチンとともにグレーブ広場から遠ざかるのは、前回想起させておきましたが、これはルイ・フィリップの治世で、彼の資産によって、偽金作りや荷重セットなど9つの事柄において死刑が廃止された日付です。1832年にギロチンとともにグレーブ広場から遠ざかるのは、おそらく3本の支柱を備えた、三本柱を備えた古い社会なのです。その三本柱がつまり強調しますが、司祭を死刑執行人です。つまり司祭は古い建造物の一部を成しているということ、王と死刑執行人と同じく、教会は死刑の共犯者だということです。しかしこの経済は常に大地によってことを進めるものであって、司祭が遠ざかるからといって、それは神やキリストが消えることを意味するわけではないし、王や父が消えるからといって、それは祖国が消えることを意味するわけではありません。死刑執行人が消えることについて言えば、物事や大地はここではさらに謎めてはいるものの、皆さんが聞くことになる通り、死刑執行人が消えることは秩序が消えることを意味するわけではありません。大地のこの経済ないし、この容器、いつもながらですが、要するに自分の失うものを保持しておくキリスト教的な容器です。まあ、すべて、残りという小さな単語を使い、その単語の周りを回っています。これはたまたまのことではありません。出発するもの、遠ざかるもの、消えるものがある。ギロチン、死の機械、古い社会秩序の三本柱、司祭、王、死刑、執行人。しかし残るものがある。失われるものを有利に置き換える、ないし、要求するものがある。司祭、王、死刑、執行人という人物群の中で、死刑、執行人が知り続けている違いは、最終的には大事ではなく、死刑、執行人も残る秩序によって置き換えられるということを皆さんは見ることになります。残るものが大事なのです。読みます。過去の社会の建造物は三本柱の上に立っていた。司祭、王、死刑、執行人である。ある声が神々が出ていくと言ってから、すでにかなりの時間が経った。最近になってこれとは別の声が上がり、王たちが出ていくと叫んだ。今や第三の声が上がり、死刑、執行人が出ていくという時である。このようにしてかつての社会は石組みもバラバラになって崩れ落ちていくことになろう。このようにして摂理は過去の崩落を完了させることになろう。神々が出ていくことを遺憾に思う者たちには、神が残っていると言ってやることができた。王たちが出ていくことを遺憾に思う者たちには、
祖国が残っていると言ってやることができた。死刑執行人が出ていくことを遺憾に思うような者たちには言うべきことは何もない。死刑執行人が消えたからといって秩序も消えるということにはならない。そのようには全く思わないでいただきたい。未来の社会の丸天井が、この醜悪な要石がなくなったところで崩れ落ちることはないだろう。文明とは一連の法規的、文明とは一連の景気的変容に他ならない。では皆さんは何に立ち会っているのか。刑罰の変容にである。キリストの大間の法はついに法典を貫き、法典越しに光り輝くことになる。犯罪は一つの疾病のように見なされることになる。その疾病には判事に代わって医師が当たり、時計上は病院で置き換えられることになる。自由と健康は互いに似たものとなるだろう。鉄の焼きごてや火が押し当てられていたところに、豪遊や声優が注がれることになる。怒りによって取り扱われていたあの悪が、慈愛によって取り扱われることになる。それは単純にして崇高なものとなるだろう。報酬代の代わりに置かれる十字架以上である。この一論の論理的目的論的構造にある論議を宿すものを私たちはすでにそれと認めることができます。それはおそらくは偽の論議、ユゴのような者たちと神のような者たちの間の偽の論議です。ユゴをはじめとする者たちが死刑を、それがいかに教会と結びついたものであるとしても、神の存在やキリストの受難を含意している自然法に依拠して初めて廃止される現象であるとみなすのに対して、死刑をキリストの名において廃止するということです。私たちが後で耳を傾けることになる神をはじめとする者たちは、その反対に、廃止論の地平は無神論的人間主義の地平、内在主義的人間主義の地平であると考えています。したがって死刑を受け入れることができるのは、ただ、彼方における神的世辞儀を信じているから、つまり死刑の審判を可逆的なもの、修復不可能でないもの、相対が可能なものにする正義を信じているからに他ならず、それに対して神のない人間だけからなる世界においては、死刑宣告は、その呵責ない、容赦ない不可逆性は、もはや容認できないものだということになる、というわけです。廃止論のこの二つの論理は、一方はキリスト論的な超越に見合うものであり、他方は内在主義的人間主義に見合うものであって、両者は外見上は両立しないものと思いますが、本当はキリスト教的な一神教はユダヤやイスラムとは違い、人間主義的内在主義でもある。つまり人間へと作られた神の媒介への神、まさに受難の犠牲と受肉への神でもある。そのことを考えると、今しがた歓喜したばかりの残りの論理は、見たところでは互いに和解させることのできない二極を和解させるものです。そしてこの先で見ることになりますが、神の言説は、彼が思うよりもキリスト教的、キリスト的だというところです。ここでもやはり私たちは融合的エコノミーと私が呼んでいるものを、それによって表彰されるものの模範的な例として扱っています。融合的エコノミーによって表彰される等のものは、融合的エコノミーを各もうまく表彰している特異な天才を大きくはみ出しています。いつもながら可能な限り正しいものであろうと試みるために次のように言わなければなりません。すなわち彼自身の経済を尊重しながらも、ユゴーは自分でその日付において、1830年から32年、同じテキストにおいて、これもまた彼の経済の一部を成しているわけですが、ある者たちの利害を怠りなく分析しています。怠りなく脱構築していると私たちは言うことにします。その者たちはある時点で、議会において死刑を廃止することを考えますが、それは自分たちの4人の仲間を救うためだったのです。その4人の政治家をユゴーは上流社会の4人の男、申し分のない4人の男と言っています。ユゴーは利害を容赦なく告発していますが、そこで告発されているのは、マルクスであればそうしただろうように、ずっと後になってマルクスがそうしたように、死刑を問いただす試みを命じた階級絡みの利害です。その試みは、一般的な利害とは別の利害によってなされた、ぎこちない不器用な、ほとんど偽善的な試みだとユゴーは言っています。ユゴーはその前に次のように宣明していました。死刑を廃止するにふさわしく、また廃止することができるものと私たちに見えた革命があるとすれば、それは7月革命である。事実、ルイ11世、リシュリュー、ロベスピエール、一色多です。の野蛮な刑罰を抹消すること、また法の学に人命の不可侵性を書き込むことは、近代で最も寛大な民主運動に属することだった。1830年は、1793年の肉切り包丁を打ち砕くに値した。4人の政治家、上流社会の4人の男がギロチン送りになる恐れが生じた時点において、議会は死刑廃止の可能性を検討します。ユゴーはこの仮説が検討されるのを見て、私腹に浸りながらも、
これがそのような機会に、そのような利害においてなされるということに遺憾の意を持っています。その利害を彼は階級絡みの手法であるとためらわずに形容しています。ちょうどマルクスが20年後に1848年の革命とその政治犯に対する死刑廃止に対して行うことになるようにです。この状況について操り人形の糸や紐について、象徴的な色彩の数々。というのもこのテキストは一つの色彩論であって、このテキストをこの観点からのみ、色彩のスペクトルという観点からのみ読むこともできるでしょう。について彼の行っている風刺的描写はすべて、次のような社会的企みを解体するものです。その企みはギロチンの機械、ギオタンの機械仕掛けを解体すべく専念するとはいえ、それは自分の無媒介の利害のためなのです。ユゴは解体を解体します。彼が解体するのは、自分の頭を救うために、これこれの頭ではなく、しかじかの頭を救うために機械を解体することを欲する企みです。この解体を解体することで、お望みなら、利害ある脱構築を脱構築することで、と言っても構いませんが、ユゴは彼が利己主義の不純物と呼ぶものと、最も美しい社会的結合と呼ぶものと告発します。善良な公衆は何も理解していなかったが、その目には涙が浮かんでいた。一体問題となっていたのは何か、死刑を廃止するということか。そうであるとも言えるし、そうではないとも言える。事実は次の通りである。上流社会に4人の男、申し分のない4人の男がいた。人がサロンで出会うこともできた。もしかすると丁寧な言葉を交わしたことがあるかもしれない男たちである。その4人が政治の上層部で、とある思い切った策を試みた。ベーコンが犯罪と呼び、マキャベリが人と呼ぶ策である。ところで、それが犯罪であるにせよ、人であるにせよ、万人に対して粗暴な法は死をもってこれを処罰する。不幸な4人は囚人となり、法に囚われ、三色帽子をつけた300人によって、バンセンヌの美しいレッドアーチのもとに守られていた。何をすべきか、どうすべきか。あなたや私のような4人の男、4人の上流社会の男を卑劣な仕方で荒縄で縛り、名指すことさえ控えるべき、あの官僚と背中合わせにし、荷車でラ・グレーブに送ることなど不可能だということはお分かりになるだろう。魔法が偽製のギロチンがあれば話は別だが。ああ、それならば死刑を廃止すればいいわけだ。そこで議会は仕事に手をつける。皆さんは昨日この廃止をユートピア、理論、夢、狂気、死として扱っていたではないか。荷車に荒縄に、真っ赤な恐ろしい機械には皆さんの注意を引こうと努めたのはこれが初めてのことではない。この醜悪の容疑意識が突然皆さんの目にはっきりと映るというのは奇妙なことではないか。やれやれ、まさにそこが問題なのだ。私たちが死刑を廃止するのはお前たち人民のためではなく、大臣にもなり得る私たち議員のためなのだ。私たちは企業団の機械仕掛けが上流階級を噛むことを欲さない。だから私たちはこれを打ち壊す。それが誰もにとってうまい計らいとなるのであれば、それは何よりだが、私たちが考えているのは私たちのことだけだ。ウカレ号の宮殿が燃えている。火を消そう。死刑執行人を素早く消したろう。法廷に抹消線を引こう。このようにして利己主義の不純物が最も美しい社会的結合を変成させる。それは白い大理石の中に走る黒いしまも役である。それは至る所を得巡っており、飲みを入れると随時出し抜きに出現する。そうなるとあなたの彫像はやり直しである。確かにここで表明する必要もないことだが、私たち4人の大臣の頭をよこせと請願する者たちの方に属するわけではない。というのもこれも言わなければならないが、しかし社会的危機においてはあらゆる死刑台の中でも政治的な死刑台が最も嫌悪すべきもの、よからぬもの、最も有害なもの、最も根絶すべきものだからである。この種のギロチンは歩道の下に根を張り、わずかな時間で地面の至るところから芽を出す。革命時には最初に落ちる頭に経過することだ。それを人民の食欲をそそる。つまり私たちは4人の大臣を生かしておいてやりたいと思っている者たちに、個人的にあらゆる仕方で、感情的理由からも政治的理由からも同意していた。ただ私たちは議会が死刑廃止を提案するのに、これとは別の機会を選んだ方が好ましかったのにと思うのである。私は私自身の読解でここで私の弁じている言説とがどのような経済及び戦略によるものなのかを皆さんに対して正当化し説明しなければなりません。それはもちろんいくつかの互いに異なる、さらには互いに矛盾する名法の間での釣り合わせです。一方では例えばですが、私はユゴの書き物を、彼の論理を、彼の習字を、彼の私学さえも、例えば彼の色彩論を、また彼による血や赤の扱い方云々を、それ自体として、古
これもほとんど無限に分析しなければならないだろうと感じていますが、私はまた彼の議論立ての哲学的宗教的な経済を分析することで、ユゴーの模範的テキストを通じて、何か地面ないし台座のようなもの、基部ないし基礎付けのようなものを引き出しもしなければならないでしょう。その基部ないし基礎付けとは、啓蒙以来、また啓蒙の近々のキリスト教的局以来、例えばベッカリア以来、廃止論の闘争の論理を今日もなお支えている廃止論の言説によって、遠因されている基礎のことです。もちろん歴史を作るということが問題になっているのですが、問題になっているのは歴史を作ることによって、あるものの諸権力及び諸限界を明らかにするということなのです。あるものとは、祭祀論という言説的機会ないし、言説的構築のこと、言説的建築のこと、今日もなお施行されている廃止論の弁論のことです。廃止論の言説が今日、生命権や人権といった自然法にせよ、そうでない法権にせよ、非時間的な無歴史的な、もしくは無条件の大原則を呼びどころとするとしても、その言説には堆積した歴史、ヨーロッパ的歴史、ヨーロッパの歴史があります。そのヨーロッパとは啓蒙、革命の数々、人権宣言の数々云々を通じて準備されつつある、作られつつあるキリスト教的ヨーロッパのことです。例えば、ユゴーの弁論はベッカリアの弁論という出来事に追記されています。さて、この経済において私たちはユゴーが死刑についてで、ベッカリアに対して行っている多数の明示的参照を特権視しなければなりません。当然ながらベッカリア自身にも死が何人もいました。啓蒙の師たちです。彼はダランベール、モンテツキュー、デドロ、エルベシウス、ビュホン、ヒューム、ドルバック、そしてとりわけルソーをはっきり寄り所にしています。ルソーには言及しておらず、時としてはあちらこちらでルソーとは一線を画していることがあるとしてもです。他方でベッカリアはボルテールによって歓迎され称賛されています。最後にベッカリアの影響は素早くヨーロッパに、さらにはアメリカ合衆国にさえ広がりました。アメリカ合衆国では1777年に、アメリカにおける廃止論のこの歴史の深さと古さを測り知るために、このことを強調する必要があります。1777年には犯罪と刑罰がチャールストンで刊行されています。私がすでに引用したベッカリアへの序文で、バダンテールが指摘している通り、アメリカ合衆国で最初に刊行されたボルテールの作品は、ベッカリアに対する仲介でした。トマス・ジェファーソンはベッカリアの諸原則を熱烈に前任し、そこから着想を得て、これまで極刑に処されていて、これまで極刑に処せられていた事例における犯罪と刑罰の釣り合いを取ることに関する有名な法案を起草しています。その10年後、ペンシルバニア州では、これは今日では、ムミアが18年にわたって他の多くの者たちと共に、デスロー、自由警備等にいる州で、今日では最も目立つキリングステート、殺人州の一つとなっていますが、オースティン・サラットの編集した殺人州、法政治文化における極刑の題を引用すればです。1787年に、アメリカ合衆国でベッカリアの翻訳が刊行された10年後に、ペンシルバニア州は死刑廃止のためのキャンペーンの場となったのです。ユゴーはこの最初のテキストからすでにベッカリアを引用しています。その引用は特異な仕方で、また捕虜に値する戦略に基づいてなされています。私はその特徴を3つ際立たせます。1、まず30歳に満たない若者の自伝だということです。彼は自分の死刑囚最後の日を序文で、ベッカリアの息子ないし孫のようなものである臆病な文筆家の作品として提示しています。自分はただベッカリアの仕事を続け、拡大したいだけだというのです。この自伝的な親子関係の光景は、要するに、廃止論者という家庭における系夫人の光景として、木の隠喩にして見事に助力されています。その木の隠喩は、系夫人の隠喩であるだけでなく、ベッカリアの入れた切り傷の後に、新たに斧を振り下ろして切り倒すべき木の隠喩でもあります。2、第2の特徴です。切り倒すべきその木とは、革命の数々が切り倒すことのできない木としての死刑のことです。つまりこれは革命の持つ限界に対する批判です。革命は死刑という区別理解の木を根こそぎにはしない。それでは、66年前に祖父ベッカリアの入れた切り傷に続けて、ひ弱な孫である若い私、ビクトール・ユゴーは斧を振り下ろしてその木を切り倒そうと試みることにする。この系夫人において確かに親子関係は祖父のところでとどまっていたわけではありません。祖父ベッカリア自身が誰かから生み出されている、この先祖であるイタリア人自身が、あるフランス人の息子であって、この世代継承は本の継ぎ木である。ユゴーは次のように書いています。犯罪と刑罰は法の精神に継ぎ木されている。
モンテスキューはベッカリアを生み出した。3、最後に第3の特徴です。その特徴はキリスト教に関わるものです。まずはキリスト教的な親子関係、神の息子であるキリストの親子関係に関わるものです。ここで問題となっている木は、何世紀も前からキリスト教世界の上に建てられている古い公衆大の木です。このキリスト教世界の上にが意味するのは、ここで問題となっている公衆大が、キリスト教世界に基礎づけられてきたということであるとともに、キリスト教世界に基礎づけられているその公衆大がキリスト教のメッセージを覆い隠し、地に埋めてきたということでもあると私には思われます。それはキリストに交して、神の息子に交して、キリスト教世界に基礎づけられてきた。それはキリストを墓に入れてしまった。今こそキリストを蘇らせなければならない。当然ながらこのページに流れている血は、このように、宅建にされたものの血によって注がれています。これが若いユゴーの作品においてベッカリアが初めて参照された箇所です。私はこのページを読んで、今日の締めくくりに、もしくはほとんど締めくくりにしようと思います。3年前に本書が刊行されたとき、本書の考えが作者のものではないと異論を申し立てるロークを取るに値すると想像した人が幾人かいた。ある者たちはイギリスの本がある、あるのだろうと、また別の者たちはアメリカの本があるのだろうと想定した。物事の起源を川柳も離れたところに探し求め、あなたたちの街路を洗っている側溝をナイル川の源流から流れさせるというのは何とも得意な変質だ。悲しいかな。この中にはイギリスの本もアメリカの本も中国の本もない。死刑囚最後の日の考えを作者はこれこれの本から取り上げたわけではない。作者は自分の考えをそれほど遠くに探しに行く習慣はない。誰もが取り上げることのできたところ、もしかするとあなたも取り上げたことのあるところに探しに行く。というのも、誰が死刑囚最後の日を空想で作ったり夢見たりしたことがないだろうか。直に公共広場に、グレーブ広場に探しに行ったのである。ある日作者はそこでギロチンの赤い支柱の下の血だまりの中に倒れていたあの宿命的な考えを、通りすがりに拾い上げた。それ以来、ハキーンの陰鬱な木曜日のしきたりだが、死刑宣告の叫び声がパリに響く日が訪れるたびに、ラ・グレーブに見物人を寄せ集める仕上がれたわめき声が窓の下を通っていくのが聞こえるたびに、普通に満ちた考えが蘇って作者の心を締め、それが頭の中を憲兵や死刑執行人や群衆でいっぱいにし、惨めな貧身な者の最後の苦しみを刻々と、今彼は告解させられている。今彼は髪を切られている。今彼は両手を縛られていると説明してくれるのだった。その苦痛に満ちた考えは、この怪物的な事柄が完了されている間にも、自分のやるべきことをやっている社会に向けて、そうしたことのすべてを言うようにと、哀れな詩人である作者に強要し、急がせ、追い立て、揺さぶるのだった。それはまた詩を作りつつある時には、思いついていた修行を作者から引き上がし、素案ができるかできないかのうちに修行を殺し、すべての仕事を止め、すべての前に立ちはだかり、作者を取り囲み、凶悪観念で悩ませ、行為するのだった。これは一つの体系だった。この体系は一日とともに始まり、同じ時点において拷問になっている惨めなものと同じく、4時まで続くのだった。その時、王道家の不吉な声が、頭を垂れて息を吹き取ったと叫んで初めて作者は息をつき、異文化の精神の自由を再び見出すのだった。そしてついにある日、確かにウィルバックの執行の翌日だったが、彼はこの本を書き始めた。それ以来彼は気が楽になった。司法的執行と名指されているあの公的犯罪の一つが犯された時、良識は作者に対して、お前はもはやそれには連帯責任がないと言った。彼はもはや、ラ・グレーブからこの社会という共同体の全船員の頭に跳ねかかる、あの血の滴りを自分の額に感じることはなかった。しかしながらそれだけでは十分ではない。自分の手を洗うことは良いことだが、血が流れるのを妨げるのはもっと良いことだろう。それゆえ、作者には死刑廃止に協力するということよりも高尚な、神聖な、厳かな狙いはないということになろう。それゆえ、革命の数々が根こぎにしていない、ただ一本の木である処刑台という木を引き倒すべく、数年来働いている、あらゆる国民の中にいる心の広い人々の請願の念と努力に、作者は心の底から賛同するものである。ベッカリアは66年前に、何世紀も前からキリスト教世界の上に建てられている古い公衆台に切り傷を入れた。作者は平和だが、
自分も喜んで斧を振り下ろし、ベッカリアの入れた切り傷をできるだけ広げようと思う。地形台は革命の数々が解体していない唯一の建造物だ。と私は今しがた言った。事実、革命が人間の血を慎むというのは稀である。革命が到来したのは社会の枝を剪定し、落とし、切り止めをするためである以上、死刑は革命の最も手放しがたい鎌の一つではある。息子と父の間、キリスト・モンテスキュー、ベッカリーやユゴーの間の親子関係のこの光景を締めくくり、さらに複雑化し、あるいはまた補完するために、少しの間女性へと立ち戻らなければなりません。過去の数回にわたって、また先ほども、自分の紐である死刑執行に暇を出す。年老いて歯抜けの売春婦になったギロチンの女性化を指摘した時にも、そうし始めていたようにです。他のところで私が専念したユゴーの兄弟愛主義的な断根のぼす中心主義の分析を少しばかり生成するために、私はある長い一節を読みたいと思いますが、そこにおける女性への二つの暗示は本当は、今日では中間にいらないものです。それらの暗示が共感を覚える、同情心に満ちたものであるということをご覧になるでしょう。ユゴーは女性たちを称え、女性たちのために苦しみます。しかし、この同情心に満ちた共感の持つ古典的な言外記事を皆さんは聞き分けるでしょう。その書き込みの場となっているのは一つの論証です。それはいかに血のみ女が、医師ギオタンのギロチンがうまく機能しないか、良い機会であれば果たすとされている仕事をいかにそれが果たさないかを、例を挙げて論証することを目指す語りです。血のみ女は恐ろしいことを、時として女性たちを震えさせることを、女性たち自身にこうして行うことも時としてある。私が読むことにする痛ましい光景は、子供たちを遠ざけるべきでしょう。どうだったか忘れましたが、テレビであれば白い長方形を伏すところです。カミューにおける近代の類似した例の数々によって引き継がれることになるので、これはジャンルの主題群に、ジャンルの方にすでに書き込んでおくに値します。しかじかの執行には身の受けも立つような不経験なところがあった。その中から2、3の例を引かなければならない。王室検事夫人らの神経に痛みを与えなければならない。一人の女性は特徴して一つの良識である。去年の9月末頃の南フランスのことである。私たちは晩も日も受刑者の名もはっきり思い浮かばないが、そんな事実があったのかと異論が申し立てられるならば見つけ出してはっきりさせることにする。場所はパミーだったと思う。9月末頃のことだが、ある男が監獄で穏やかにトランプをしていたところを呼ばれた。彼は2時間以内に死ななければならないと通達され、四肢のすべてが震えた。というのも6ヶ月の間彼は忘れられており、もや死を頼んでいなかったからである。彼は髭を剃られ、頭髪を刈られ、締め上げられ、告解させられた。ついで4人の憲兵に囲まれて荷車に乗せられ、群衆の間を通って執行の場まで連れて行かれた。ここまでは単純そのものだった。通常行われる通りである。死刑台のところに到着すると死刑執行人が彼を司祭から受け取り、運び去って台に縛り付けた。隠語を使えば死刑執行人は彼を焼き釜に入れ、ついでに肉切り包丁を離した。鉄製の重い三角形は苦労の末引き離され、水をガタつきながら下へと落ちたが、そこから恐ろしいことが始まった。男は首に切れ込みが入ったが殺されなかった。男はゾッとするような叫び声を上げた。狼狽した死刑執行人は肉切り包丁を改めて引き上げ、改めて落とした。肉切り包丁は受刑者の首をまた掴んだが、それを切り落とさなかった。受刑者はうめき、群衆もうめいた。死刑執行人はまた肉切り包丁をまた上に戻し、3回目にはうまくいけばと望んだ。ダメだった。その3回目は受刑者の同じから3回目の血を流れ出させたが、頭は落とさなかった。手短に述べよう。歯は5回にわたって引き上げられては落ち、5回にわたって受刑者に傷を負わせ、受刑者はそのためにうめき声を上げ、恩赦をと叫びながら、生きている頭をぐらぐらと揺すったのだ。憤慨した人民は石を拾い、裁きをくれてやろうと、惨めな死刑執行人にそれを投げ始めた。死刑執行人はギロチンの下に逃げ込み、憲兵の馬の後ろにうずくまった。だが話はこれで終わりではない。体刑を受けている当人は死刑台の上に自分しかいないのを見て台上に立ち上がっていた。彼はおぞましい姿で血を流し、半分切られて肩から垂れている頭を支えながら、頭を引き離してくれと弱々しい叫び声で頼んだ。
群衆は荒れ目の情でいっぱいになり、5回にわたって死刑宣告を被ってしまって、その不幸な者の手助けをしてやろうと、憲兵たちの囲いを突破しようとするところだった。その時、死刑執行人の重木の一人が死刑台に登った。20歳の若者だった。彼は受刑者に縄を解いてやるから体の向きを変えろと言い、猜疑心も抱かずに身を出ないた瀕死の当人の姿勢を利用して背中に飛び乗り、肉屋の包丁のようなもので、腐心して首の残りを切りにかかった。そのようなことがなされたのだ。そのようなことが見られたのだ。本当だ。ここには何もない。これは7月革命の後、大和な人民と進歩の時期、死刑に関して議会で名高い悲嘆が起こった。1年後に起こった。ところがである。この事実は全く気づかれぬままだった。パリの新聞各紙はこれを一つの逸話として発表し、誰もこのことに心配を覚えなかった。分かったことはただ死刑執行官に害をなすことを欲した者がわざとギロチンに手を加えていたということだった。それは死刑執行人に追い出された重木だった。復讐のためにこのような悪さを働いたのだった。これはいたずらに過ぎなかった。続けよう。ジジョンで3ヶ月前に一人の女が体験に連れられてきた。女である。今度もまた医師ギオタンの歯は役目をうまく果たさなかった。頭は完全には切られなかった。そこで執行官の重木たちは女の足にしがみつき、不幸な女が喚き声を上げる中、飛んだり、跳ね飛んだり、引っ張ったりすることで女の頭を身体から引き剥がした。この女性の例で、今日の話を終えるにあたって私は一つのことを考えています。私はテキサス州の62歳の女性のためにその考えと皆さんを結合させたいと思っていました。彼女は5人目の夫を殺したトガで、明日執行されなければならないことになっています。彼女はテキサス州知事である大統領候補ブッシュに対して恩赦を要求しましたが、この25年にわたってアメリカ合衆国のあらゆる記録を塗り替えているキリングステート、殺人州において死刑に強固に賛成するテキサス州の選挙民を前にして、ブッシュが選挙キャンペーンの真っただ中で弱がちになることはないに決まっています。この女性が恩赦を要求するところをテレビで見ることができました。つまり国際的テレビです。というのもそれを見ることができたのはフランスドゥというチャンネルだからです。これは当然ながら一つの可能性というか全く未聞の光景であって、この光景はいつの日か死刑廃止において役を演ずるに決まっています。この女性が悲しいかな、明日には死ななければならないとしてもです。